どうもトラジローです、今回は以前回収した騒動仮面ライダーガッチャードスチームホッパー、これを塗装して仕上げていきます。全体にブラックサーフェーサーを吹いてますので、黒い部分はこの色でいきます。で、黒い部分をマスキングしていきます。胴体ですね、お腹のあたりをマスキングしていきます。マスキングテープを貼り付けてモールドに沿って密着させます。あとはデザインナイフでカットして色を塗る部分を剥がしていきます。こんな感じですね。で、腰回りをぐるっと一周何回かに分けて貼って切ってを繰り返していきますね。背中側もこんな感じで、一周回るとこんな感じですね。で、首周りも同じように貼り付けてます。で、全体的にマスキングが終わった状態ですね。で、濃いめのブルーから塗っていきます。この3色を混ぜて色を作っていきます。ベースは濃いめの青なのでブルー FS15050 2滴垂らして、ちょっと明るめにしたいのでミディアムブルーを1滴で、青緑っぽいのでモーリーグリーンを1滴垂らして、こんな感じで混ぜ合わせるとこんな感じの色になりますね。これでいきます。はい。で、先ほど作った色ですね、さっきの比率で混ぜ合わせたものになります。これを、全体に塗っていきます。こんな感じの色になりますね。で、全体に塗り終わった状態です。で、先ほどのダークブルーの部分ですね、ここをマスキングしていきます。まずはもものアーマーですね。ここは結構複雑なのでこれも何回かに分けて切って貼ってを繰り返していきます。はい、こんな感じですね。で、この丸い部分はカッターコンパスを使ってマスキングテープを丸く切り抜きます。で、それをそのまま貼り付けますね。はい、こんな感じです。もう一つの丸も貼り付けてこんな感じで、胸のアーマーですね、このちっちゃいへこみの部分、ここもマスキングしていきます。内抜きポンチの1ミリですね。これでマスキングテープを丸く切り抜いてこのへこみの丸モールドに貼っていきます。はい、こんな感じで他の部分も同じように貼ってます。で、全体的にマスキングし終わった状態ですね。次は、シルバーを塗っていきます。ホワイトシルバーですね。全体的に塗ってこんな感じですね。他のパーツもこんな感じで塗ってます。で、シルバーの部分もマスキングしていきます。胸のアーマーのこの部分ですね。他のパーツもこんな感じでマスキング。ライトブルーの下地は、ガイアノーツさんのプレミアムメッキシルバーを吹いていきます。はい、こんな感じで塗ってますね。で、その上から、クリアブルーとクリアを混ぜたクリアライトブルーを作ってこれを吹き付けていきますね。はい、こんな感じの色になります。その他のパーツもこんな感じで塗ってますね。で、ベルトのバンド部分とカードホルダーの手首のバンドですね、これはオレンジを塗っていきます。はい、こんな感じで塗ってますね。これで大まかな塗装は完了。クリア UV レジンで作った複眼パーツ、裏側から、ラフシルバーを塗っていきます。筆塗りでざっくり塗ってますね。前から見るとこんな感じですね。目の周りはブラックで塗っておきます。ゴーグルの間のシグナル部分ですね、これはメタルオレンジで塗ってます。
で、ベルトですね。クリアパーツを残しつつ、ウィノーブラックで黒い部分だけ筆塗りしていきます。はい、こんな感じですね。シールを貼る前に胸のアーマーマスキングを剥がしていきます。小さい丸モールドもこんな感じで塗り分けできました。で、胸の真ん中の部分ですね、付属のシールを貼っていきます。貼り付けてモールドに沿って密着させて、こんな感じですね。カードホルダーの部分もシールを貼りますね。はい、こんな感じです。で、ベルトは真ん中の部分だけシールを切り出して貼り付けます。はい、こんな感じです。ゴーグルのレンズ部分ですね、クリアパーツっぽくしたいのでクリア UV レジンを使っていきます。レジン液と着色剤のレッドとブラックですね。この3つを混ぜていきます。赤を少しだけ入れて、ちょっと赤っぽい黒にしてますね。はい、これを、ゴーグルのレンズ部分にのせていきます。盛り付けすぎないように、表面が平らになるようにのせて、こんな感じですね。反対側も同じようにのせて、UV ライトで固めますと、こんな感じになりますね。で、胸のシールを貼った部分ですね、ここもトップコート用のレジンを塗ってクリアパーツっぽくしてますね。こんな感じです。トップコートをする前に、黒い部分は艶消しで残すので、それ以外の部分をマスキング剥がしていきます。すねのパーツはこんな感じですね。で、その他のパーツも黒い部分だけ残してマスキングを剥がしてます。で、この状態で、光沢のトップコートを拭いていきますね。はい、こんな感じになります。その他のパーツも全体的に塗ってますね。で、黒い部分のマスキングを剥がしていきます。胴体はこんな感じですね。ちょっと質感が違うのがわかるかなと思います。腰のパーツも同じように剥がすとこんな感じですね。で、その他のパーツも剥がしてこんな感じ。肩アーマースプリングでつないでいきます。1ミリのスプリングを使っていきますね。穴は開けてあるので、そこにスプリングを差し込んでいきますね。はい、こんな感じで差し込むと、しっかり入れると抜けないようになりますね。で、適当な長さに切って、胴体の穴に差し込みます。あんまり長すぎるとちょっと入れるの大変なので、長さ調整が難しいですね。差し込むとこんな感じ。両肩とも同じように取り付けてますね。では本体を組み立てていきます。まずは両足ですね。で、ベルト、両腕取り付けて、首のマフラーは胸アーマーで挟んで留めます。で、頭を取り付けて、胴体でマフラーパーツを取り付ければ、はい、仮面ライダーガッチャードスチームホッパー完成です。はい、ということで仮面ライダーガッチャードスチームホッパー、今回塗装して仕上げました。また次回じっくり紹介していきますんで、よろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。